はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、ということで次回反響ですね。昨日第2回集計が終わって第3回の、最後の週になりましたが、次回リンク、またメンツが増えており、特に今回バッファーですね、ニビアンだとかショー等々、バッファーが増え、かなりデッキ組みやすくなっている反面、陣を組む際のコスト問題ですねっていうのがかなり大きくなってきており、例えばこれ今もうギリギリ35でやってますが、試しに今チョコメちゃん、こちらアバターの MR にしようと思うとコストを超えてしまうということで、チョコメちゃんを MR で使えないし、今コキビ使ってますが、コストが5だから入れてますが、本来であればここも、ニビアン入れたいんですが、ニビアンコスト7必要ってことで、いろいろ試行錯誤してやっていこうかなと思った矢先、130ボス今突破できてしまったので、動画回すことにしました。ということで、とりあえず突破できたデッキですねだけ紹介しておくと、ショーをプラス7で全身70強心で、超コメちゃんもこれプラス7になってるんですが、これ実はこんな感じで MR アバターの超コメちゃんでプラス7一回作ってからUR1000 の超コメちゃんに戻せば、 UR1000 の超コメちゃんなんですがプラス7覚醒した分の火力アップだったり HP アップを得ることができて、これ超コメちゃんだけでなく劉備なんかも、プラス7の状態からアバターの劉備から UR 劉備 UR1000 劉備なんかに戻せば、プラス7分の火力アップの分なんかは実は乗るんですね。ちょっとした裏テクニックですが、ちょっと劉備でやってみようかなと思ってたんですが、試しにまず超コメちゃんでやってみたら突破できてしまったので、一回これで今収録してるっていう感じですね。これ最適解だとは全然思っていないので、むしろここ、今回ヒロマサちゃん入れましたが、実際の戦闘見てみたら、ヒロマサちゃん割とあっさり落ちてたんで、もうだったらヒロマサ抜きにしてガウェイン、主力ガウェインでこの5人体制でやって、でチョコメちゃんをこうすれば MR アバで使えるし、コキビの方はニビアンにしてもまだリソース余るんで、その方がいいかなって思いましたね。ただ今回は一応突破できたのはこういうデッキ、でチョコメちゃんは60強心、コキビちゃん70強心、でリュウビが160強心マックスまで、でヒロマサちゃんが100強心で、ガウェインが160強心という感じになっており、ヒロマサちゃん抜いてショーあたりにこの強心の強化値渡してあげたいなっていうような気持ちがありますね。でここニビアンとチョコメちゃん MR にしてっていう感じ。ですが一応これでどんな風に突破したか見ていきますか。突破映像としてはこんな感じですね。まず小王で影子、劉備とガウェイン特にここにつけて、祝福が剥がれないようにしっかりある程度硬い小王の影子をつけてあげる必要があります。この神速の追い打ちに対して影子が壊れないような硬さにする必要ありますが、意外と70強心でなんとかなりましたね。さで撃砕ばらまいていって、一応ヒロマスちゃんも仕事をしましたね。100強心まで持ってった会話ありました。でスキル1打ってきますが、まだ生後援護ついているので、ここでやっと剥がしながら風波つけて、でチョコメちゃん生きてれば破壊もばらまけたんですが、残念ながら今回そういう展開になりませんでしたね。ちょっとそこが残念ですね。もうちょっと火力出たかなと思いますね。でヒロマスちゃんのスキル2、強心ある程度した分ダメージ出してますね。そしてガウェインのスキル2で、取り巻き全部葬っていって、でボスも瀕死状態、ただ復活してくるんで、あとはここから自利品ですね。もう2周目入る前にヒロマスちゃん落ちちゃったんで、ヒロマスちゃんじゃなくてよかったかなってここら辺から思いました。でもここからはずっとこの延長ですね。ボスが憤怒狂乱化していって、あとは劉備がコブつけて、2人きりのコブなんである程度強いコブになりますが、できればあと小王とか一体だけでも生きてると もっと楽なのになと思うところはありますね。そんなこんながずっと続いていって、ボスを削っていくわけですが、ガウェインスキル2のタイミングでボスの生後援護を剥がすことができるので、効果力だけでなく生後バフを剥がすことができるっていうところが次回ボス突破ではめちゃくちゃ重要になってくるので、大ヤシとかだと確かにスキル2火力強いんですが、最大5段以下じゃないと剥がせないので、こういった剥がしと火力両方持ってるキャラクターが次回のボス突破では重要になってきますね。ということで20ターン目でボス突破することができました。で、個人的には、今の試合見た上で、ヒロマスちゃん抜きにして、その代わりチョコメちゃんを MR アバター、のびのびと動いてもらって、でちょっとコキビちゃん一回追走しますか。でリソース戻ってきた分を、ニビアンにつけてあげると。ちなみにこれ前提条件説明するのをすっかり忘れていましたが、ランゼロファーストサーバーですね。月1100円課金で、今月はまだ課金とかしていないで願い返しだけですので、かなり次回反響に参加される多くのプレイヤーさんの基準と同じぐらいなのかなっていうところですね。ニビアンプラス70まで持っていって、あとヒロマサ追走しましょう。ヒロマサ追走して、この追走分をショーにかけたいなと思いました。ショーを長く生き残れば影光で全体守ってあげられるんで、でも100ですか。でもこれでニビアンとか、超コメなんかももし生きてくれればいいなっていう形で、こんな形、個人的な改善案としては小プラス7のオール100から超コメ7の MR で70、ニビアン7の70、リュービ7の160のガウェイン7の160と、これの方が突破しやすいんじゃないかなと思いますんで、ちょっと1ステージ進んじゃいましたが見ていきますか。何回かやって突破できるか見ていきましょう。このボスの大火力術が超コメとかニビアンに行っちゃうともう全然耐えられませんね。影子超コメにはついてないし、ニビアンには影子ついてても耐えられませんね。これめちゃくちゃいいですね。ただ下2人が
残念ながらめまいになっちゃいましたね。これめまいになってなければめちゃくちゃいい形ですが、はい、ナイスニビアン。さあここで重ね掛けしていって、さあショーのスキル2のフーハーまで見れて、チョコメちゃんの箱まで見れるか。 OK。 さあこれめちゃくちゃいい形ですね。で箱もしっかり4名ばらまけて、はい、最高の形ですねこれは。はい、リービーが範囲攻撃していって敵減らして、さあ2発で落とし、めちゃくちゃいい形。あ、ただ全部剥がされちゃったんで雑魚キャラに攻撃が回らなくなっちゃいましたね。はい、ボス一度落ちた時に整合バフ全剥がししてきてしまうので、はい、雑魚キャラ残っちゃったのちょっと痛いですね。さあここからまた2人っきりになっちゃいましたね結局。いや、リュウビの範囲攻撃で雑魚キャラ落ちててくれるともうちょっと楽な感じあるんですが、まあでもついでに倒してくれるんで、ここからさっきと同じですかね。うん、まあそう考えると、まあそこまでめちゃくちゃ大きな差っていう感じでもないですが、まあシンプルでいいですねこっちの方が。はい、撃破ターン数19ターンと一応さっきより1ターン早かったですね。はい、突破できました。まああと連撃系で強いキャラクターでスキルに整合剥がしできるキャラクターでいうと、まあリシなんかもいいですね。それとか、うん、意外と安定的に剥がし連撃できるのリシくらいですか。スキル2の自分のタイミングで剥がせるの、まあナタはちょっと連撃回数少ないし、あ、一応ヤギ胸乗りいますね。ただ胸乗りちゃん耐久心配っすね。あ、まあでもちょっと胸乗り面白いっすね。でもスキル2で破壊攻撃しながら 720% の物理ダメージに、まあ流血状態の場合ダメージ倍っていうのが、ボスが復活した後はダメージ出なくなっちゃうんでちょっと弱いかな。で敵を撃破できなかった場合追加発動と、はい、あと敵の HP が 50% より低くないと整合剥がしができないので、まあでも1巡目は将王が剥がしてくれるんで、ちょっと胸のりちゃん面白そうなんでやってみますか。まあただちょっとタフさが胸のりちゃんガウェインに比べて足りないので、あそこがネックになりそうですね。はい、ちょっと見ていきますか。はい、チョコメちゃん祝福から、はい、ニビアの暴走まで乗って、はい、リュウビのコブ、おスキル1めちゃくちゃ威力高い。はい、範囲攻撃力ベース防御無視攻撃でだいぶ削りました。いや、これリュウビでいけるんじゃないか。落とせますよね。あ、これ落とせれば胸のりちゃんスキルに敵撃破しなければ攻撃回数増えるんだ。めちゃくちゃ惜しい。あ、ここで敵一体撃破しちゃったんで攻撃回数スキル2の再発できませんね。いや、もうちょっとここ押し込めたんじゃないか。はい、でここからまた2人っきり状態で何ターンで落とせるかですね。まあ胸のりちゃんの場合はやっぱり復活が1回もないんで、ボスが憤怒狂乱で火力上がってってしまうと、その攻撃に1回でも耐えられずに落ちちゃったら帰らぬ人となってしまうので、まあそこが怖いですね。なんで短期決戦が求められますが、敵が流血状態じゃないとダメージ倍が出ないので、まあ、この復活後ダメージがあんまり伸びないっていうのがちょっとネックですね。セゴバフ剥がせるんですが、あとクリティカルもしっかり乗せないといけないんで、今レベル差勝ってるんでまだいいですが、これレベル差負けてるとクリティカル全然出ないんでもっと遠いですね。はい、ということでさっきガウェインが果たした19ターン撃破は等に逃して、はい、22ターン23ターンと経過していきますね。さああとちょっとで倒せそうなんですが、あと1回スキル打てれば倒せそう。さあただもう HP が、あー、ここで落ちちゃいましたね。でも胸のり落ちちゃったら倒しようがないんで負けと。やっぱり耐久の方で引っかかっちゃうのと、火力も条件がいろいろ外れて厳しそうですね胸のり。じゃあそしたら胸のりも一回追走しますか。はい、追走してスキル2で整合剥がしができるリシ入れてきますか。まあ、これリシ良ければリシで闘技場なんかも回したら順位上の方いけるんで、リシ期待したいですねちょっと。はい、胸のりよりは明らかに硬さあるんで、まあ、結構期待できると思いますこれは。いきましたね。はい、倒したターン数、あ、19ターン。これ、リシでいいかもしれませんね。ちょっと見ていきますか。はい。バフばらまいて、リュウビ足止めされてますが、ニビアンで解除と。から、バフ重ね掛け、から、スキル1の、はい、罪悪燃焼と封印、ばらまいていって、はい、スキル2、罪悪箱を出して、あ、ニビアンが生きてますね。はい、束縛ばらまきました。あ、これちょっと、先ほどのガウェインだったり、他のメンバーより有利な条件での形になっちゃいますが、束縛も乗ってるんでね、楽勝に落として、はい、ただ、ここから、デバフも生後もなくなった状態で殴るんでさっきと同じですね。まあ、ただ今回ニーフィアンも生きてますね。これはさっきよりちょっと楽な展開になっちゃうかもしれませんが、まあ、この後の範囲攻撃で、あ、チョコメ生き延びましたね。あ、これもちょっと条件が違いますね。なんでガウェインの方がちょっと不利な条件で頑張ってたんで、はい、ここなんとも言えないとこですが、まあこういう形作ればガウェインでももうちょっと楽にいけるだろうし、はい、まあ、今回はリシでしたがリシでも突破できたと。まあでもここでもうチョコメ落ちてるんで、はい、結局2人きりの時間の方が長いので、まあ、リシも適性あるかなっていうのが分かりますね。まあ、その後の闘技場順位まで考えたらリシ組み込んだ方がまあいろいろ賢いのかなって気はしちゃいますね見る感じ。うん、19ターンで倒すといいですね。リシリシありかもしれません。さあじゃあしばらくこれで進めていきますか。まあただタップは大変ですねやっぱり。ここら辺の課金帯だと、
まあ、チョコメやニビアンがすぐ落ちちゃうんで、そこが一旦目で狙われないような回じゃないと全然進めないので、まあ、突破まではやっぱり地獄のようなタップ回数が必要になると。で、今見てもらったら分かるように、まあ、実は今回300ステージ以降ですね、1ステージごと全てのボスが復活スキルを持っているということで、まあ、今までは20ステージに1回ぐらい復活ボスの出現だったと思いますが、300ステージ以降はこんな感じで1ステージごとに復活してくるボスが出てくるので、まあ、本当に亀の足になってしまうというぐらい突破が大変なので、まあ、こっから先は本当にアクティブでどれだけ入れるかっていう、まあ、放置させない少女に自分がなれるかどうかですね。少女になる必要はありませんが、でちょっと一回これでもう対人戦の方デッキ登録しておいて、リチ込みの闘技場、はい、これ入れといて、まあ、リシがいるだけでかなり住みやすくなると思うので、はい、ここ登録一回したら、はい、またリシの方は一回追走して戦役ですね、はい、戦役の方は、はい、こちら大鬼神、まあ、やっぱり大鬼神使っていくのが一番いいかなというような印象を今回使ってみて、まあ、手応えとしてはあるんで、はい、デッキとしては小王、超光明、ニビアン、リュービュー、大鬼神、まあ、こんな感じがいいですかね、はい、で小王に関してはここを開幕で使うんで100も必要ないんで強振追走したいとこなんですが、追走回数いろいろ今回ちょっと検証動画作ってたらなくなっちゃいました、はい、なんで私のランゼロファーストサーバーのサブが終わりましたはい、ちょっと動画の方に集中しすぎてて、自分のランゼロファーストのサブの方のスケジューリング完全に終わりましたね、この瞬間。まあもういいです。とにかく今最新ステージまで進んだところ、はい、そこをこのデッキで、はい、68秒で回せるという感じが作れるって映像がお届けできればそれで満足ですので、でできれば今304でこういう風にもう時間短縮のために今利子を追走しちゃってますが、まあしっかり320ぐらいまでは利子で進めると思いますんで、そこまで進み切った後ちゃんと大きい陣に変えて戦役セットするようにした方がいいですね、はい、これもちょっと、まあ、今日のお昼後のバグのせいでだいぶ時間が押してますので、ショートカットでお届けしてますが、はい、320まで進んでからやるようにしましょう。さあサブどうしようか1か8かこれで行ってみますか。あー惜しい。あーで上がダメか。細分岐頑張ってこい。いや上届かないか。これはダメですね、うん、下も中途半端だし。はい終わりましたね。あちょっと覚醒残ってるんで大谷氏少しでもよし強くなってくれ。いやなんとかなりそう。はい、ちょっと検定も入れときましょう。はい、誰か生き残って大谷氏にバフをつけてくれスタイル、これでいきましょう。うん、ちょっと効率最効率ではありませんが、なんとかやってくれそうです。はい、とつてそれを確認して、まあ、高速戦闘やっておいてっていう感じで、総合ランキング、まあ、今回50位以内は厳しいと思いますが、100位以内目指して頑張ります。はい、参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。おっす。